こんな5社のレースでライン3社。福田、岡、上野、この3人で決まらないのか。再びマーク戦か、3番の上野、そして5番の坂田は隊列を最後尾、2センターから4コーナーのカーブを出ると残り1周、先頭2番の福田、その行為をめぐってのマーク戦、1番の峰重に4番の岡、そして5番の坂田がまくっていくが、2番の福田がペースアップ、5番の坂田交代、1番の峰重に絡んでいく、バックストレッチから3コーナー、先頭2番の福田、2番手キープは5番の坂田か1番の峰重か、4番の岡が再び追い上げて4コーナーから直線は4番の岡が突き抜けてゴールイン。菊池が主導権を握って先行するも、最後まで粘れるとは思えず誰かに最後刺されそう。それを前から池部壮太見ています。4番米からが池部を目標。さあ一ノ手匠、四国勢が内野ですが、かけるか、ここは一旦突っ張ります。そして5番菊池かけるは中段。さあ6番一ノ瀬が行きますが、ここは突っ張ります。池部壮太が突っ張りまして、1番山本健也は3番手を入れました。5番の菊池をさばきまして、菊池は3番手、3番星野が現在は5番手、最終1コーナーから2コーナー前から突っ張り先行、池部壮太が取りました。番手米から大輔、そして5番菊池かけるまくる。さあ菊池がまくって3番星野が行く、逃げたのが池部壮太、米からそれをまくった5番の菊池かけるがまくりました。3番星野立ち上がって、後ろから4番米から大輔、外は1番の山本、ゴールは3番星野立ち上が取れています。九州が2つに分かれたことで後藤ラインの勝率が上がった。3番手の金子の食い込みまで一方、まずは3番後藤を抑えています。前は坂井宏明、内山拓。さあこの2人が前、3番手並走です。さあ窓順平が抑えまして、打者を3コーナーから4コーナー向かって誘導残っています。さあ坂の2人は並走、上から行けるか、さあ前から逃げるか。6番坂井宏明が腹をくりました。先行取りました。番手4番内山拓、そして3番後藤優は今度は3番手、外2番天野純平を飛ばしました。さあ坂の2人は外に浮きました。2個中枠、逃げたのが坂井宏明、番手内山拓、そして3番手からまくる後藤優がまくっていきます。合わせる4番の内山拓、まくる3番後藤優直線、後藤優がまくっていきました。5番渡辺光平、ここは本命サイドでしょうか。後藤優と渡辺光平、中尾1番の金子修一郎。地元の赤石を一着固定で、ちょっと後ろの高橋があまり信用できず、いろいろなことを想定して買ってみる。一旦動きかけた5番の青山でしたけれども、下げて5番手千葉勢が後方です。前では2番の赤石、まだペースを緩めたままジャンを迎えるバックストレッチです。そのまま人気のラインがかけていくでしょうか。2番の赤石ジャンスギ2センターで、しかしまだペースを緩めたまま直線入ってから2番の赤石がゆっくりとペースを上げますが、最終ホーム手前から5番の青山がかましていきます。青山がかましていきまして、2番赤石の横までやってきましたが、2番の赤石がここ出させません。その後ろ2番手3番高橋がキープしまして、最後の直線に入ります。2番の赤石、3番の高橋ですけれども、2番の赤石が振り切ったかどうか。末広、菊谷のラインは強力。それに対して4番安倍も負けてはおらず、個人で打開できるこの3人の3連覆で、末広が前受けから突っ張ってチラッと4番安倍の動きを見ました。その4番の安倍は最初の位置6番手に戻りました。金を迎えています。
2周半戦このような形になりました。3番の末広です。1番菊谷、そして2番の山村と近畿の3人前段のまま最終ホーム手前からもう一度4番の安倍仕掛けていきますが、これは1人になりました。4番手の外まで4番の安倍やってきましたけれども、1番の菊谷が波を起こしていきます。それではもう一度4番の安倍踏み込みますが、3コーナーで1番の菊谷が合わせに行く最後の直線です。逃げる3番の末広、番手から1番の菊谷の追い込みが決まっています。ラインでのワンツースリーです。混戦模様、小松石井でいけるようないけないような、だからといって中川からの三者ラインでもいけなさそう。前に変わっていった7番野上龍太、後ろ6番は増田義輝のマークです。そこを上がってきた1番の小松孝之が一旦前に出ようとしています。今打賞、そして後方から関東勢が今打賞で、5番の中川拓也は後方構えているようです。前に行ったのは1番の小松孝之、前々から先行策もあるかどうか。7番の野上が再発進です。残り1周を切って1番の小松も踏んでいますが、7番野上龍太も踏んできました。ここは野上が前に出て、後ろが1番小松がはまっていくか。さらに後方からは5番の中川拓也も来ました。まくりは関東勢、最終バックを通過、一気に5番中川拓也がまくり切っていきました。追っては3番の滝野翔太、前変わって群馬コンビ、追って4番の川上慎次郎、関東の3人で決まっていきそうです。直線コース、5番中川拓也先頭で、後ろ3番の滝野翔太、ゴール、群馬のコンビ、あと4番は川上。小田倉、山崎、岩崎、このライン、小田倉が逃げ粘ってのラインそのままか、小田倉を後ろの2人がかわすか。車間3番線降りて中勢が中段を取りました。今度はジャン前から2番の小田倉かまして、3番手のアウトコースそのまま4番大竹の横まで迫っていきます。1番の山崎だけが追走です。直線戻ってきまして、残りは1周、4番大竹の前に2番の小田倉が出ました。小田倉のかまし先行です。1番の山崎が続いていきますが、その内側4番の大竹が止まっています。6番辻のまくりがやってきました。最終バックから中部勢のまくり、しかし2番の小田倉も踏ん張る。最後の直線、2番の小田倉、1番の山崎、2番の小田倉粘りました。川上の後ろを走る1番小島に期待する。前を走る川上は持ちそうにないし、流してみる。相手ライン3番手の岡崎以外への2射単、高倉が上がってきました。しかしそこを警戒している4番は川上慎吾、依然前は関東勢です。4番の川上慎吾、粘り強く動けるかどうか。別線の2番高倉を睨んで今打賞です。西日本勢後方から上がってきました。2番の高倉俊弘が一気に4番の川上信号をかわしていきました。さあ出られて4番の川上ですが、今は2番手3番手内側で粘っていますけれども、で切ったのは2番の高倉俊弘、内側粘った4番の川上信号がここはどうでしょうか。3番の武田良太と並走になってきました。さあ2番手は並走になって、先頭は2番高倉が逃げて最終バックを通過。後ろからは1番の小島正明、小島が自力でまくってきました。小島のまくりですが、3番の武田良太がガードしている。さあ前混戦模様ですが、高倉3番の武田がマークして直線コース、1番の小島追い込んで最後変わってゴール、1番の小島正明です。人気は全くないが最強勢から勝負。前日の高橋はとてもいいレースで、今日も逃げたら面白いことになるのでは。内側すくって1番高橋、そして外側からは5番の中村がかましていきます。中村がかまして3番佐藤のところで、今度は6番の高橋康弘飛びついてきました。その後ろですけれども、1番の高橋浩二、7番の山本純での並走、残りは1周です。5番中村幸之助の先行になりましたけれども、番手は6番の高橋康弘がさばいています。1番の高橋浩二が3番手、後ろからは4番の宇佐美優希がもう一度4番手のアウトコースまで追い上げてきましたけれども、最後の直線に入ります。5番中村幸之助の後ろから6番高橋康弘の追い込み、1番の高橋浩二も伸びています。
野口、茅島で不動のようではあるが、3番近藤がかけて、何か起こらないかなと。その場合に山本、森田あたりにチャンスはないかな。5番の田原弘明はどう動くのか。田原今3番手から前を追っていきまして、人気の九州勢後方になっています。1番の野口大成は6番手で今脱勝です。最終9レースのジャンが鳴っていまして、野口はじっくり構えているか。前からは3番近藤翔馬、この準決勝先行勝負、残り1周をこれから切っていきます。そしていい位置を回って北日本勢は3人、5番田原弘明は3番手から、7番森田、殿崎がマークをして続いていますが、後方からは6番手から1番の野口大成まくってくる。合わせて5番の田原も踏んでいるんですが、一気にここは1番野口大成がまくりきっていました。力上位九州勢前に変わってきました。1番野口大成先頭、大手2番の茅島大輔、前変わって九州のコンビ直線コースです。1番野口大成がまくり解消の先頭でゴール。あと2番茅島。最後は当てたくて中島、ワニブチからの3連複。ただし近況最高な谷口など、そうたやすくは当たりそうにはない。それでも地元での準決勝、2人でワンツーを。外並走から縦へと踏んでいきます。7番斉藤を叩きました。2番谷口の先行になります。6番の山本が続きます。そして中段が南関東の2人、関東ラインですけれども、5番手以降残りは1周です。2番谷口の先行です。6番の山本がマーク、そして5番手から1番中島がまくりを打っていきますけれども、現在3番手、その内側では7番の斉藤、最後の直線です。逃げる2番の谷口、6番の山本の追い込みですけれども、中金ワンツー粘ったか谷口。